割拠する中、華北で大きく躍進した2つの勢力があった。袁紹と曹操、古い知己でもある両者は蚩尤を決すべく関東で激突。その勝者となったのは強固な地盤を持つ名族袁紹であった。一方、敗れた曹操は袁州から撤退、南へと落ち延びることとなる。かくして中原を制した袁紹はついで進路を南へと抜ける。この時、南では袁術の元を離れた孫策が江東を平定、南における最大規模の勢力となろうとしていた。武門の台頭は乱世にさらなる騒乱をもたらすもの。ならば己の意向をもってこれを制し、天下を平らかならしめる。使命に燃える名族は大軍を率い、赤壁の地で孫策の軍と対峙した。長江を闘志で涙立たせ、今袁紹が戦場へと赴く。我が名は袁本将、名族である。田舎武者が長藩王などと調子つきおって、名族の威風にて吹き飛ばしてくれば、我が手を下さる。我らで袁紹の陣を強襲する。反撃虎の狩り見せてくれよ。敵を抜き、この三中坊が撃つ。身のこなしよ。そんなり、この名物に牙を抜くなんて許されるものだ。さあ引き上がれ。お前なんかひとひねりだ。私が相手だ。勝負してもらう。ゲロード、勝敗は陛下の常。またお会いで願おう。敵将撃ち取ったり。これで勝ったと思うなよ。なんと壮麗な戦で、かような失態を演じるとはお恥ずかしい限り。大使はついえてはいない。船の準備は整ったな。いざ家計部隊進軍せよ。報告、敵船が接近中。あの船、こちらに火をかける気です。水の上で人は訳のわからんことを。まあよい、策を潰せば奴らの士気が落ちよう。この俺が相手だ。
士がわしの相手か。さあ勝負せいや。大将がいるんだ。だがここは特艦技法が通さんぞ。艦技法、記憶に残る勝負を所望する。ゲロード、よし、わしらも炎将殿に続くぞ。船に乗り込め。
散らすのです。俺のことは一旦忘れてくれ。Hey!
楽しみだ。敵将討ち取ったり、冥族の軍に敗北なし。我が勇士たちよ、勝利を誇るのだ。